ニキタ都市運行士は台湾で運輸業を営む企業。ニキタ都市運を運営の運営母体として2018年に設立。ニキタ市政府はすでに市内を経由する台北都市運や桃園機場早運の運営母体である台北都市運行士及び桃園都市運行士に出資、主要株主となっているが、3、うぐいすや大見景気など台北市内を経由しない。 建設中の路線については、市政府が設立する自社運営となり、同一市内で3つの早運行師が並立することになる。大見景気列車内部。大見景気の建設が2013年2月に行政院で承認された時点では、その運営について、日田市政府は、高尾都市運のように、高企業ではない民間講師への委託、台北都市運行師への委託運営、そして、 開業初期の乗客の少なさ、数年の赤字運営などにより、北都市公司が引き受けできない場合は、市政府自身が早運行施設率という3案があり、北都市公司も、あらゆる可能性を排除しないとしていた。2017年6月8日、に北市議会での市政質疑にて、に北市長主立林が、民主進歩党に北市議会党委員集会で出された。 日田市政府による都市運行施設立の可否に対する回答として、同年末もしくは、翌2018年初頭に大衆早運法に基づく講施設立を宣布した。日田市政府の計画によると、大見景気は開業後最初の3年間は、総額6.9億台湾ドルで、高尾都市運行師に運行、保守などの直接的な業務を委託し、当事長や役員人事、財務、 行政費用は、日田市が担うとしている。これにより、短期間で運営ノウハウを吸収できるだけでなく、専門人材の育成面などで時間とコストを削減できるとしている。同年12月12日、日田市議会の2017年度予算審議で、公私設立時の資本金3億元を計上することが、条件付きで通過した。早運工程局長によると、当初は、 公私設立を希望していなかったが、法令を分析した結果、設置が必須であることを根拠としている。年末より、高尾都市運行士が、大見景気運行に関わる人材募集を開始した。台北市内で完結する、台北都市運路線はこの表からは除外している。将来的に、新北都市運行士が完全な自主運営を行った場合、大見景気、暗行景気、3、 ウグイス戦の三両線での雇用は1000名を超えると見込んでいる。ありがとうございます。